飛島村図書館は、愛知県天国島村小志郷の飛島村すこやか、センターにある、公共図書館である。2015年度末の蔵書冊数は88,706冊であり、2015年度の貸出冊数は71,594冊である。2015年度末の飛島村の人口は4,587人で、あるため、 一人当たり蔵書冊数は21.98冊、一人当たり貸し出し指数は15.6冊である。2016年度の図書資料費は707万4千円であり、一人当たり図書資料費は1609円と、愛知県の自治体としてはトップだった。富島村健こやかセンターの前景1968年4月には、富島村公民館に閲覧室が設けられた。 1982年4月には、飛島村中央公民館が開館し、中央公民館には、図書室が設けられた。図書館開館前の飛島村内には、書店やレンタルビデオ店がなく、住民は、海部群課2町ややとみ町の店舗に行くことを、余儀なくされていた。1996年2月には、飛島村すこやかセンターの建設工事が完成。 2月18日には103歳だった金山さ,さんを招いた内覧会を開催し、3月23日には完成式を開催した。4月1日には飛島村図書館を含めた各施設が開館した。複合施設の玄関は、灯台、図書館は、船、温水プールの屋根は、波をモチーフとしており、敷地の入り口には、クジラのモニュメントがある。 複合施設全体の建設費は約30億4000万円。開館時の休館日は月曜日と祝日であり、貸し出し対象は飛島村在住者、在勤者のみだった。蔵書の収容能力は開花が6万5千冊、閉花が1万5千冊で計8万冊。開館時の図書館の蔵書数は約3万冊であり、図書の貸し出しの他には、 開館時からビデオ約800点と CD 約200点の貸し出しも行っている。愛知県には、飛島村の他に、八海村、十四山村、小原村、下山村、津群村、佐久手村、豊根村、豊山村の計8村があったが、飛島村図書館は、開館から今日に至るまで、愛知県唯一の存立図書館である。 富島村図書館の入り口企業文庫が設置された中部電力西名古屋火力発電所開館後5ヶ月で利用者数は5万3000人を突破し貸し出し数は約4000冊月に達した1996年12月にはインターネット用パソコンを設置し開館日の14時から16時まで無料で利用できるようにした回線利用料や 職員の負担がネックとなり、同様のサービスを行っている公共図書館は珍しかった。1997年6月には、飛島村南部にある中部電力西名古屋火力発電所が、発電所1階の喫煙室に企業文庫が設置された。この企業文庫は飛島村図書館の団体貸し出しサービスを利用しているほか、 業務用移動端末機も同時に貸し出しており、企業文庫内でも貸し出しと返却の処理を行っている。図書館と火力発電所は約 4km 離れており、それまでは図書館を利用する書院はほとんどいなかったが、気軽に本を借りられることから好評を博した。同年7月には祝日を開館日とした。2001年度末の蔵書数は図書が約6万冊。 ビデオが約2600本、CD が約1200枚、絵画が約260点であり、2001年度の利用者数は約2万8000人だった。2001年度までは、飛島村の在住者、在勤者のみが考え貸し出しの対象だったが、2002年4月には公共図書館を持たない、十四山村の在住者にも考え貸し出し対象を広げた。 同年5月には、ブックスタート事業を開始し、10月には、公式ウェブサイトを開設した。2007年4月には、ビジネス情報コーナーを設置し、12月には、ヤングアダルトコーナーを設置した。2012年7月には、貸出カードの作成範囲を、海部地区管内全域に拡大した。未ーの、落ち葉広い、家庭に、美術館を合言葉に、 1990年6月には全国の自治体で初めて複製絵画の貸し出しを開始した。当初の所蔵数は約80点だったが、1995年5月時点では61人の芸術家による226点、2015年11月時点では259点を所有している。所蔵する作品はフィンセント・ファン・ゴッホのひまわり、 クロード・モネの、スイレン、ジャン・フランソワ・ミレーの、オチボ・ヒロイ、竹久・ユメジの、朝の光へなどであり、金額は額を含めて1点約3万円。1995年時点では、年間300から400枚の貸し出しが行われている。1996年に開館した、飛島村スコヤカセンターの2階には、図書館入り口手前に約75平方メートルの、 アートギャラリーウェルライフが設けられ、一定期間ごとに作品を入れ替えて、常設展示している。ありがとうございます。